はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。エテルナというメーカーです。 E15 というね、モデルですけども、日本ペダルの古いピアノです。エテルナというとですね、ヤマハなんです。実質はですね、ブランド名は違いますけど、実質ヤマハのピアノなんですけどもね、音がだからいいですよ。すごくヤマハらしいで響きがするピアノですけども、まあここにヤマハって書いてない分だけね、安いです。それはね、実際練習用としてはもう全く問題ない。年代は経ってますけど頑丈です。全然大丈夫。小型です。 U1 ぐらいの大きさですね。121センチだと思います、背の高さ。まああんまり大きすぎなくて安くて、音のいいピアノないかなっていう方はこれは最適だと思いますよ。外装の状態は、傷はね、大きなゴツンとあった傷はあんまりないですね。ちょっとここはありますけども、擦り傷程度で、これ磨けばピカピカに綺麗に復活すると思いますね。ペダルは2本ですよ。そして鍵盤の状態も綺麗ですね。いい感じ。もうすぐにそのまま弾けるぐらい状態です。天竜楽器というところが作ってる、エテルナですけど、実質はヤマハです。もう この札もヤマハの札ですもんね、これね。19519という製造番号です。ジャコン装置ありませんから、手動式の、ね、マンションの方とか、音を小さくする装置が欲しい方は、手動式のものをね、つけることができます。25,000円と消費税。ヤーンっていうね、ドイツ製のものをつけますのでね。ご希望の方はお知らせください。それでは、音をお聞きください。どんな音がするのかな？あ、音が狂ってますね。まあ、ヤマハの音です。はい、調律してからまた取り直しますが、練習用としては全く申し分のないピアノです。まだまだ使えますよ。ちゃんと使えるように手も入れますしね。そこはご安心ください。それでは、さよなら。